以前に、ポツダムで一堂に会した、会議参加者。後列左2番目からアーネスト・ベビン外相、ジェームズ・ F ・バーンズ国務長官、ビャチェスラフ・モロトフ外相前列は、左からクレメント・アトリー首相、ハリー・エストルーマン大統領、ヨシフ・スターリン初期長、後列左端は、ウィリアム・リーヒ海軍元水モスクワ三国外相会議は、 第二次世界大戦終結後の1945年12月に連合国側のアメリカ国務長官ジェームズ・エフ・バーンズ、イギリス外務大臣アーネスト・ベビン、ソ連外務大臣ビャチェスラフ・モロトフの隣席でモスクワで開催された外省理事会の外省会合。別名、外省臨時会合。各地域の戦後処理、特に極東における占領政策。 平和の確立などについて討議された。会議は12月17日に以下の内容を含む声明を出し、それぞれの外相によって署名された。とりわけ、朝鮮については地域内ですでにアメリカ軍とソ連軍が対立していることから共同委員会自体の成立が懸念され、朝鮮の独立がなされるまでアメリカソ連イギリスに、 中国を加えた4カ国による最長5年間の信託統治を要することが決められた。だが、このことが新聞を通じて朝鮮に歪曲した形で伝えられたため、朝鮮では民族主義者を中心とした深刻な信託統治反対運動が起き、これがその後の朝鮮半島分断の一要因につながった。ありがとうございます。